さあ今週も始まりましたアタック地方競馬、小坂井翔太です。赤道ひろです。よろしくお願いします。そして今回のゲストは年に一度のご登場、秋田夏子さんです。よろしくお願いいたします。年末年一アタッカーの秋田でございます。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます、サイコロルームも、数年ぶりに伺いまして、はい、さっきすっかり変わっちゃって。そうなんです、ちょっと綺麗になったんですけど、どうですか。素敵です。ありがとうございます。お二人のお顔もすごく綺麗に映ってますよ。ありがとうございます。今まではちょっと別部屋でね、やってましたんで、そうなんですよね、今回は久々にサイコロルームということで、ね、今日は、3人で一緒に競馬観戦もしちゃって、そうです ね、私たち東京大賞典を見てまいりましたんで、この後特集で詳しくお届けしていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。さあまずは嬉しいこちらのニュースからお届けします。23日土曜日、佐賀で期間限定騎乗をしている北海道の石川大和騎手、佐賀競馬第5レースをリーチで勝ち、地方競馬通算1000勝を達成。重賞は同栄記念、 JBC 2歳優秀など39勝を挙げています。先頭に変わったリーチ、先頭で5位。26日火曜日、岩手の村上忍騎手、水沢競馬第9レースをチベリウスで勝ち、地方競馬通算4000勝を達成。これは菅原勲元騎手に続く岩手競馬史上2人目の快挙となりました。先頭7番チベリウス、7番チベリウス合理。はい、赤見さん、どちらも大記録、そうですね、やはり北海道はシーズンオフがかなり長いですから、その中でね、1000勝というのも大きいですし、そして村上忍騎手は4000勝、もらいですよね、でまだまだお二人とも活躍が期待できるジョッキーなのでね、どんどん積み重ねていってほしいですね、はい、大記録達成おめでとうございました。さあそれでは最初のコーナーこちらから参ります。今週行われた重賞レース振り返っていきます。全国の注目レースにアタック。まずは24日日曜日、佐賀の中島記念、1周目のスタンド前で一気に先頭に立ったヒストリーメーカー、そのまま押し切りましたね。はい、落ち着いた流れで一段の競馬になったんですが、最初のホームストレッチで動いたのがヒストリーメーカー。一気に動いて先頭に立つと、そこからは軽快な走りで勝利。もどかしい競馬が続いていましたが、やっぱり強かったです。グローリーが2番手、3番手11番ブレイバーモーレでゴール。次は27日水曜日の金沢ファンセレクトカップ、白山アマゾネスが逃げて4馬身差快勝、21個目の重賞タイトルを手にしました。はい、1500m 戦ということで、唯一スタートに不安を感じていましたが、きっちりとそのスタートを決めて自ら逃げる形、この競馬になったら強いですね。お主何者がマークしてきましたが、楽々振り切って勝利、平地競争の新記録を打ち立てました。先頭は4番白山アマゾネス通り。続いては28日木曜日、高知の金の蔵賞、フリフロオールイン逃げ切ってネクストスター高知に続く重賞2勝目です。はい、内枠から自然と花に行く形、終始自分のリズムで運べましたね。勝負どころでは内から赤岡騎手が狙ってきましたが、並ばれることはなく最後は突き放しました。ゴール前もそれほど追っていないですし、余裕のある走りでしたね。だから一斉ので湘南スタークです。先頭は2番プリフロオールインです。ゴール。はい、28日金の蔵賞まで重賞レース振り返りました。さあ秋田さん、まずは中島記念ですけれども、ヒストリーメーカーがついに佐賀の重賞を勝ちました。そうですよ ね、きっと陣営もホッとされたと思うんですけれども、まあ、今回主戦の石川騎手がブレイバーモーレということで、山口騎手が、手綱だったんですけれども、思い切ったレースをということで、作戦もバッチリはまりましたよね。で、斉藤治さんの取材によりますと、この後ヒストリーメーカーは連覇を狙って姫路の白鷺賞、同級のブレイバーモーレは佐賀記念に出走予定しているということですので、頑張ってほしいですね。そうですね、同じ馬主さん、同じ厩舎ということですもんね。ブレイバーモーレもでも3歳馬頑張りましたよね、すごいですよね、3歳のうちに、ただヒストリーメーカー、ここでかー、そうですね、ちょっとね、佐賀では本当に歯がゆいレースが続いていたので、年の最後でこれだけ大きなタイトル、素晴らしいですね。そして
白山アマゾネス重賞21勝目活撃キトキトの記録を抜きました。あっという間に抜いちゃいました ね、 ね、この間並んだばっかりなのにね、うん、これでも21勝、まあ、今年はでもダードグレードの出走なかったので、うん、来年こそはね、うん、もう少し大きな舞台での活躍というのも見たいですよね。そうですね、はい、白山アマゾネスって現役このままずっとどうなんですかね。どうなんですかね。あのどうなの、ね、なんか何度かこう引退かなみたいな話も出たんですけどね、うん、このまだ全然強いですからね本当にまだまだ記録更新見られるかもしれませんよ ね、 ね、そうですよね、うん、ただ本当に強い競馬でこの金沢ファンセレクトカップ重賞を勝ちました、はい、そしてプリフロオールインの勝利もありました。高知の金のクラ賞ですけれども、赤見さんネクストスターに続いての連勝重賞 ね、 ね、はい、強かったですよね、うん、あの同級者のバンティキャットがもしかしたら行くかなと思っていたんですけど、うん、スタートも早かったですし、うん、かなりの横綱相撲でしたよね、うん、内越調教師の話では来年の高知優勝を目指して今後は逆算していくので、はい、あのま、距離をどんどん伸ばしていきたいということでしたね、うん、はい、来年三冠、うん、ちょっと気が早いでもそれぐらいの、ね、強さでしたよね、はい、逃げての圧勝でしたからね、うん、そうですね。あとネクストスターから今年も本当にどんどん粒揃いの馬が出たなっていう感じもありますね、うん、ね、初年度でしたけど、うん、かなり各地で、ね、目立つ馬が現れて、うん、で3歳でもネクストスターが今度ブロック別でありますから、うんうん、そこも、ね、注目ですよね。ラニエの改革の、ね、一環というところでもあったんですが、はい、ネクストスターからも素晴らしい馬が出てというところ、プリフロオールインの重賞勝利まで振り返りました。さあそしてこの後東京大賞典はアタックスペシャルで振り返ります。こちらもお楽しみに。さあ続いては特集コーナーアタックスペシャルです。もう12月29日というと東京大賞典と、もう競馬ファンの皆さんにもすっかり根付いているなというのも今年競馬場に行っても感じられましたけども、年末のダート最強馬決定戦東京大賞典、今年は無敗の南関東三冠馬ミックファイアの参戦もあって非常に盛り上がるレース前からね、盛り上がるレースとなりました。では早速当日の様子を見ていただきましょう。秋田さん、でも場内も盛り上がってましたね。すごかったですよ。私もこう人波をかき分けて歩くぐらいでしたけれども、うん、まあ、当日2万2000人以上のファンの方が訪れたということでね、はい、本当に年末のこの G1 の日が帰ってきたという感じがしましたね、うん、そうですね、うん、そして出走馬は9頭だったんですが、本当に、まあ、当たり前ですけどみんな優馬でしたね本当でした ね、 ね、あのパドックに入ってきた時1頭1頭どの馬も落ち着いていて、うん、はい、オーラがあって、ね、ただやっぱりその中でも牛馬テソーロ、馬格もありますし、迫力満点だなというふうに思いました。ミックファイアの落ち着きっていうのはでもね、羽田杯の頃よりはありましたよね、うん、全然ね、そうですね、うん、なんか気配としては、うん、まあ、いつも通りというか、うん、そんなに変わらないかなっていう感じはしましたけどね、うんうん、はい、ではレースをスタートから見ていきましょう。枠入り完了。さあまずはこのミックファイアのスタートだったんですよね。ちょっとねこう、うん、タイミングが合わなかったですし ね、 ね、いつもスタートいい馬なんですけどね。そうなんですよね、まあ、それを見てという感じで、実はウィルソンテソーロの原雄介騎手も逃げてという展開、これちょっと読めませんでしたよね。この時ちょっと場内も沸きましたよ ね、うん、ね、うん、ああウィルソンテソーロが行くんだという、ね、展開でした、はい、そしてドゥライレーダがその後すぐつけてというところなんですが、あのムルザバイフ騎手はゲートでちょっとバタバタしてしまったんだという、でそこからは反応よく行ってくれたんだけどねという話はされていました。そしてウシュバテソーロが後ろから2投目そうね、うん、この位置ですよ、はい、なんかミックファイアがねちょっとこう盛り返していたので、うん、はい、よしよしと思いながらね、中段に、ね、つけてる、ね、外目ですかね、うん、これペース的にはどうだったんですかね。そうですね、あの勝ちタイムが2分7秒3で、うん、まあ、去年より2秒ぐらい遅いんですけど、うん、タフなババということもあるとは思うんですが、うん、ただねラップを見ていくと前半の 1000m そして上がり3ハロンはほとんど同じなんですよね、うん、どこが違うかというと、
まあ、このあたりから6ハロン7ハロンのペースが上がってないんですよね。で、まあ、結果として2着3着馬前に行った2頭が粘っているということを考えると、はい、やはり前残りの展開、うん、それはね、うん、まだ後方にいる後ろでソーロが勝つんですから、これは相当強いですよね。このあたりの手応えを見るとやっぱりウィルソンテソーロかこれはと思いませんでした、うん、今日のね馬場も考えてもこれは残るなってい う、 もう周りもそんな雰囲気だったんですけど、こっからですよ。いや来た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 っていう感じでしたよ ね、なんかやっぱり足が違いますね一頭ね。ねえ、でもこのあたりまでもね、もしかして原騎手初の、っていうねありましたよね。ただ最後は牛バテソーロが、いや改めて見ても本当に強い競馬ですね、はい、ではレースの後のコメントもお聞きください。とても気持ちのタフな馬で、まあ、何より春ドバイワールドカップを勝った馬ですので、まあ、それにふさわしい走りができればというところでした。自信を持ってますのでゴールまでには届くなと思いましたが、ウィルソンテソーラも素晴らしい走りをしていたなと思います。またこうして牛馬が連覇をしたことによってね、皆さんの期待に応えてくれましたので、この馬自身また来年も現役を続行しますので、また世界にチャレンジしに行くこの馬を応援してもらいたいと思いますし、本当こう今日は暖かいですが、年末までこれだけ多くのお客さんに熱気を持って観戦していただけてありがたく思いますので、また来年も楽しんでもらえたらと思います。まあ、2着じゃダメなんですけどね、まあ、でも本当に G1 で強いメンバーで2回連続2着ですし、本当後ろからも前からもっていうところで、本当に馬能力ありますしセンスもあるし状態もよく持ってきてもらって、まあ、本当あとちょっとまでかかってるんで、もう本当来年タイトル総なめする勢いで乗れればいいなと思いますので、はい、もうスタート出てですね、まあ、周り本当誰も行かなかったんで、あじゃあ行っちゃいますよって、まあ、そのこの間いい足使ったっていうのは確実に僕にとっても馬にとっても自信になってるんで、まあ、そこの逃げてリズムさえよく行ければ、まあ、前でも足使ってくれるなと思ったんで、で、まあ、3、4コーナーに関しては牛馬飛んでくることはもう分かってたんで、もう引きつけたら分が悪くなってしまうんで早めの踏み出しをしたっていう、まあ、余力馬との余力の相談もあったんですけど、まだ行けるって感じだったんで、まあ、早めにちょっと踏み出してっていう感じですね。まあ、4コーナーで気配感じなかったんで、もうあとこう、まあ、本当牛馬だけ飛んでくるな飛んでくるなっていう感じで、もう直線は無我夢中で馬と一緒に頑張ってたって感じですね、はい、同じ勝負服飛んできたと思って、はい、まあ、ですよねっていう感じでしたね、はい、まあ、でも本当に、まあ、それ以上にもうこの間後ろからになったにもかかわらず前行ってくれて頑張ってくれた馬に本当に感謝ですね。尊敬です。行けたら鼻行こうかなとも思ってたんですけど、まあ、外が早かったんで、まあ、3番手から進めて、そうですね、最後も頑張ってるんですけどね、一時のなんかこう不審は脱出した感じはするんで、また来年頑張りたいですね。まあ、この馬の能力を出してくれたんですけど、まあ、展開的にも向かなかったです。まだまだ3枚競馬してくれてるので、うん、まあ、ちょっとスタート最後片付いてくれたけど、まあ、その辺りリカバリーできてそこそこっていうことはよく回ったんだけどね、まあ、コエとの差は全然高いし、まだ中身も戻りきってないな。でも戻ってない、戻ってない、うん、戻っててももうちょっと差が詰められるかなっていうぐらいだと思うけど、まだまだこのレース見ててもね、散財のあんまりオープンとやっぱちょっと足りてないしね、そういう懸念も見てたけど、まあ初めての G1 で、まあ、このぐらいでついてこれれば状態がもう少しね本当になってくれば、また来年仕切り直しでまたどっかでね中央と戦ってもいけそうな気はします。まあ、まずはこっちのオープンからやっていかないと、連勝が、ね、止まるのが、まあ、東京大賞典というこう一番この上の舞台だったっていうのは納得してるし、うん、妙なところで、ね、負けるんじゃなくてここでっていうのは仕方ないなと思うんですけどね、はい、うん、まだまだ、ね、これから伸びしろしかないと思ってますんで、まあ、
精神的にはね、パドック見てもだいぶ、まあ、今日でも前入れ込んでる風に見えたかもしれないですけども、アナハイとかね、2歳の時に比べればだいぶ良くなってるんで、あとはちょっとね、フィジカルの部分ももう一回りね、成長してくれれば今のババもこなせるようになるだろうし、今日のメンバーでもやってくれるようになってくれるんじゃないかなっていう期待のある馬なんで、まあちょっとまた土地も変わりますしね、切り替えてまた一からのスタートって感じですかね。はい、レース後の皆さんのコメントまで聞いていただきました。さあ、まずはやはりウシュバテソーロの強さなんですけど、秋田さん、いやちょっともう恐れ入りましたっていう感じですよね。で、2着以下の馬たちの着差を見たら、おそらくもう高いレベルで拮抗という感じだと思うんですけれども、やっぱりちょっと次元が違いましたね。やっぱ世界の牛馬テソロでした。そうですね、世界の足を見せられたという感じですよね、はい、本当にね、本当にそうでしたね。でもさっき赤見さんがラップの解説もしていただきましたけど、あれを指すんだから、やっぱり本当ですよね、あの騎乗されてる川田騎手はもちろん自信のということでしたけど、見ていた高木調教師はドキドキしたというふうにおっしゃっていましたし、あとね、やっぱり海外帰りで、まあ、短期間の調教であったこと、そして、まあ、使ってどんどん良くなる馬ということを考えると、まだここから上のパフォーマンスがあるわけですからね。来年はサウジからドバイへということなので、まあ楽しみが広がりますね。来年7歳なんですけどね、まだまだっていう感じしますよね。今が充実って感じですよね。本当ですよね、はい、ちなみに川田優雅騎手は今年交流重賞11勝されていて勝率 55%、 3着内率 80% だそうです。すごい1年でした、本当に、ね、恐れ入りました。そしてウィルソンテソーロ、原雄介騎手のインタビュー見てると本当に惜しかったなって思いますよね。いやでも、あの着物座った騎乗ぶりは本当素晴らしかったですね、うん、そうですね、だって逃げると思わないですもんね、僕たちは。ねえあの展開だって、チャンピオンズカップの、ね、競馬を考えたら、はいはい、うん、まさかあの馬が逃げると思わなかったですけど、はい、本当に思い切りの、ね、いい騎乗でしたし、うん、最後まで粘り強かったですよね。そうですね、あの馬のポテンシャルすごいですね。柿つばた記念勝ってるんですよ、ちょっと白山大商店も勝ってるし、距離が、ね、いろんなあらゆる距離あらゆる条件で本当に構想しているウィルソンテソーロの凄さかなとも思います、はい。さあ、そしてミックファイアちょっと悔しい結果にはなったんですが、まずはやはりスタートがね、少し後手を踏んでしまったというところもありましたけどね。びっくりしましたね、赤見さんも言ってましたけど、スタートもね、もともといい馬が、そうですね、ね、この一番でっていうね、ところでね、まあ、でも初めてのコバーとの対戦であれだけの馬たちの中に入って、まあいろいろなこともね、重なったかなと思います。これをもう絶対いい経験に、ね、してくれるはずですから、また来年注目したいですね。そうですね、でもあの渡辺調教師にレース前にお話を伺ったら、このメンバーで単勝一時期2番人気だった時間があったんですけど、このメンバーでこの人気っていうのがまず誇らしいことだということをおっしゃってました。それだけやっぱり人気もね、高い馬ですから。そりゃそうですよ、ね、期待しちゃいますよ、だって三冠馬ですよ。三冠馬ですから、無敗の、ねえ、ねえ、でも本当にまだでも3歳なの で、 そうです、ね、おっしゃってましたけど、本当伸びしろしかないので、もう来年以降も大期待ですよ、うん、ですね、はい、今回はこういう結果ですよ。私たちもちょっとまた前を向いて、そうそう、ミクファイアを共に応援していきたいと思います。明け音声も楽しみにしています。いや、我々3人で、ね、見てきたばっかなんで、ちょっと熱もこもった興奮の、はい、そうですね、みんな大井の砂が持ってきたり、そうなんです、実はね、あのつけながら取材もしてというところだったんですが、はい、東京大賞典を振り返りました。アタックスペシャルでした。続いてはアタックカミングレーシズのコーナーです。このコーナー、今回は1月3日にグリーンチャンネル地方競馬中継で放送するレースの展望をお届けしていきます。まずは明日以降の JRA のインターネット投票を使った地方競馬の発売日程確認しておきましょう。水曜と木曜は即パッドで、土曜は即パッドと A パッドで購入可能です。水曜木曜は川崎、名古屋、園田、土曜は佐賀のレースを発売予定です。さあ、今回の展望レース、最初はこちらです。はい、川崎競馬場で行われる川崎マイラーズです。川崎マイラーズにアタック。
2024年川崎の最初の重賞はこちら4歳以上の 1600m 戦川崎マイラーズです。秋田さん、見どころを教えてください。はい、これまで5月に行われていたこのレースですけれども、はい、2024年以降からは年明け最初の南関東の重賞1月に移動になりましたね、はい。まあ、南関東のマイル路線を見てみると、このマイル路線1本で抜けているという馬が今いないんですよね。ですから今回も予想はかなり難しいかなと見ています。はい、では参考レースを見ていきましょう。まずは11月15日のマイルグランプリ、最後の直線大外から追い上げたデュードバン、3着でした。はい、スマイルウィーのロケットスタートで先行争いにならず、落ち着いた流れで前有利の展開だった中、4コーナーでは一旦後方まで下がったデュードバン、直線はよく伸びて3着でした。左回りも問題ないですし、今回も注目の一頭でしょう。スマイルウィーゴールイン。11月21日の笠松グランプリはルーチェ道路の鞍上、藤原美希夫騎手、これ好騎乗が引かれましたね。そうでしたね、うん、向こう上面で内から動いて一気に先頭、奇襲ともいえるような戦法で見事な連覇達成でした。ちょっと成績に波がありますが、川崎マイルは全日本に最優秀で3着だった舞台、距離延長でも侮れません。7番ギャルダル続いて外へ行くのが6番。次は12月9日のビオラ賞、最後の直線ギャルダル、馬群を割って抜け出しました。はい、休み明けでしたが着差以上に強かったですね。直線は行き場がなくて追い出しを待つ場面もありながら、間をこじ開けて鋭く伸びました。これで4連勝、素質バーが本格化しました。ボンニバンシュ並んだ5輪、わずかにギャルダル。最後は12月14日の神奈川記念、 JRA からの移籍初戦だったフォービズム、4着でした。はい、好スタートでいい位置にいたフォービズム、折り合いをつけるのがちょっと大変そうでしたが、直線は内からじわじわ伸びてきて、お祭り男との競り合いに勝って4着というレースでしたね。移籍初戦でプラス20キロだったので、叩き2戦目、今回はさらに良化が期待できそうです。待ってくるが、リブラフォン押し切ってゴール。川崎マイラーズの参考レースをご覧いただきました。さあ、注目馬を1頭ずつ挙げていただきましょう。まずは秋田さん。ギャルダルです。ギャルダル、はい、はい。もともと東京ダービー2着の実力馬ですけれども、うん、今年は1004から1006路線で4戦4勝とパーフェクト、うん、先ほどの、ね、参考レースにもありましたが、9ヶ月ぶりの前走勝ち切って本当強さを見せてくれましたよね、うん、川崎マイル2戦2勝の舞台ということで、2024年の初戦は決めたいところだと思います、うん、はい。ギャルダルが秋田さんの注目馬、赤見さんは。ギャルダルです。お、いや強いでしょう、うん、前走の強さはちょっとびっくりしましたね、うん、その休養前の富士のウェーブ記念も相当強かったんですけど、うん、休み明けであのレースをされたら、ちょっと今回は期待が膨らみますよね、うん、小坂井さんは。カジノ本店です、うん、はい。いやでも先行力はまだ全然衰えてませんし、うん、川崎コースにも実績がある馬ですから、はい。で冬場もね、強いイメージもありますんで、ここらで復活の勝利を挙げていただかないかなと思います。カジノ本店注目したいと思います。まずは川崎マイラーズ3人の注目馬でした。さあ、展望レース続いてはこちらです。はい、園田競馬場で行われる新春賞です。新春賞にアタック。4歳以上の 1870m 戦新春賞です。秋田さん、見どころお願いします。はい、やはりハンデ戦というのが大きなポイントですよね、うん、昨年の勝ち馬アキュートガールは牝馬で52キロ、その前4連覇を決めていた AC 西パは57、57.5、58キロでの勝利ということで、うん、さあ今年の馬たちの実力とハンデをどう見るか。はい、では参考レースです。まずは12月7日の園田金杯、大外から足を伸ばしたツムタイザン、頭差の2着でした。はい、先行したラッキードリームをマークする形で上がっていって、直線はスマイルミーシャとの追い比べ、結果的に頭差2着でしたが、素晴らしい末脚を見せてくれましたね。今年はセッツハイも勝ちましたし、完全復活です。スマイルミーシャ、スマイルミーシャ、ツムタイザン、ゴール大接戦。
続いては12月7日の揖保川特別。勝った名村タタは勝負どころでうまく外に出しました。はい、センダーを見る形で進んで4コーナースーッと上がって先頭、上手な競馬で強いレースでしたね。1870メートルへの距離延長は全く問題なし。明け5歳でまだまだ成長を感じますし、今なら重賞でも楽しみです。地元兵庫が勝つ3番名村タタ五輪。最後は12月14日の大見舞特別。アラジンバローズがサンビュートの追撃を頭さ振り切りました。はい、楽にいい位置につけていたアラジンバローズ、直線先頭というレースでね、サンビュートもよく迫ったんですが頭さ勝ち切りました。2キロの筋量差を考えると着差以上にアラジンバローズが強かったかなという印象です。今回も中心的存在でしょう。先頭3番アラジンバローズ、サンビュート、やはりこの2頭だ、アラジンバローズゴールイン。新春賞参考レースをご覧いただきました。ではここも注目馬挙げていきましょう。まずは秋田さん、ツムタイザンです。スマイルミーシャとラッキードリームがいないならこの馬でしょうということでね、今年のハイレベルの安定感というのはものすごい光ってますよね。2走前は58キロでも勝っているので、今回 57.5 キロこの馬の力なら大丈夫でしょう。はい、ツムタイザンという秋田さん、赤見さんは、はい、アラジンバローズ、もっと強い馬が強い勝ち方をしてくれるんじゃないかなというふうに期待してます。前走がね、初めての園田だったんですけど、はい、全く問題なかったですから、ここは連勝を期待します。小坂井さんは、僕は連覇の期待でアキュートガール、こちらもね、前回はいい足で最後伸びてきましたし、ハンデ54キロなのでもう一足ないかなというところなんですが、補欠なんですけどサンビュートが出てきたらこちらも面白いかなというところで、すいません2頭挙げちゃいました。ということで新春賞は僕2頭挙げさせていただきます。はい、注目馬でした。さあでは改めて発売カレンダー確認していきましょう。明日からの1週間はご覧の通りです。1月3日、4日、6日の3日間です。2024年も熱い戦いが繰り広げられる地方競馬でお楽しみください。そしてグリーンチャンネル地方競馬中継の放送予定は、はい、1月3日水曜日は川崎の川崎マイラーズと園田の新春ショーを中心に放送予定しています。アタック地方競馬、そろそろお別れの時間です。さあ2024年がやってきますが、秋田さん、来年はダート競馬もね、いろいろ変わっていきますからね。改革の年、いよいよですね。ただ現時点ではもうどの重賞がどうなっていつやるのかっていうスケジュールをとにかく確認する作業から始まるっていう感じなので、もう一つ一つこう確かめながら楽しんでいきたいなと思いますね。そうですね、はい、今日も展望であれ放置オールスターカップじゃないのみたいなね、川崎マイラーズからですよというところから確認しないとねいけませんけど、でも赤見さん本当楽しみですね。楽しみですね。でも本当に秋田さんのおっしゃったように、はい、何が何っていうのをね、こう季節ごとにまたね、はい、新しいローテーションを覚えていきたいですよね。そうですね、ダート3冠もありますし、先玉杯 G1 になったりしますし、いろいろチェックしながら、はい、来年の競馬も楽しんでいきましょう。さあ今回のゲストは秋田夏子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アタック地方競馬、今年も1年ありがとうございました。そして皆さん、良いお年をお迎えください。それではさようなら。良いお年を。